なんか俺今までいろんなクラブいたけど、はい、俺まさくんぐらいだわこんなタメ口でずっと喋ってるのみたいな。なんか LINE とかでも敬語使うんですよ絶対、親しい先輩でも、はい、だけどなんかまさくんにタメ口で送っちゃうんですよね。なんか結構しそう、そんな傾向にありません？なんか後輩からもそんな感じですね。そうさせてやってるんですけどね、はい、3個上ですよね、4個上。俺今28、何個下お前？26だ、2個上か。2個上、あ今年29ですか？今年28？今年28。あ、じゃあ大丈夫だ。大丈夫どういう大丈夫か分かんないけど。とりあえず上ですよね。そう上だけど、タメ口で話せるくらい、はい、まあ馴染みやすいってことですね。はい、可愛がってます。可愛がってやってますって言うと思ったけどね今、うん、それは渡辺選手か。あーもうあれ一番もう本当に生意気だった。でもなんか俺自分だけじゃないですよね、結構他の選手からも、うん、まあ、そうだね、舐められてる、うん、舐められてるっていうか多分うまいんでしょうね、そういう距離の詰め方が。愛されキャラだなって思ってます、はい、なんか俺を褒める回みたいになってるけど、うん、褒めてないです。褒めてないか、ごめん。褒められてると思っちゃった。最後に今期の目標を教えてください。今期の目標は、うん、まあ、できるだけ点を取るっていうのももちろん一番フォワードですし考えていますけど、うん、やっぱり今チームにとって必要なのは勝ちっていうところなので、うん、まあ、そのために走ることも必要ですし、まあ、守備をもちろんすることも大事ですし、まあ、その勝つために点を取れれば一番いいかなっていうふうに思います、うん、だからできるだけ多く点を取るっていうのが目標です。さすがフォワードの目標、かっこいいですね。取ってくれると思います。期待してます。ではカメラに向かってサポーターに一言お願いします。取ります。おかっこいい。ありがとうございます。どうぞ。いやお前っぽいわ。もう一個さ、ちょっともう一個、え、もう一個、もう一個、もう一個、何ですか？今年やりたいこと聞いてください。え、何？今年、今年まさくんとやりたいこと聞いてください。はい、今年まさくんとやり、あ、引っ越し場とやりたいこと、やりたいことなんですか？ナイス。なんで？なんで？あれもあるんだよ、GoPro もあるんだよ。キャンプ。キャンプ。おお。キャンプをやりたいんですよ今。結構行ってますもんね、ずっと。そう、ずっと行って、物はまさくん早く揃えてって言われてるんですよ。料理やるから。なんで料理やってくれると思うんで。おお、いいじゃないですか。なんでね、早くキャンプ行きたいね。うん、キャンプしたい。多分徳永雄大選手も来るんですよ。はい。あと誰だ。まあその3人とかでちょっと行けたらなとは思ってるんですよ。うん、で、え、GoPro は。は、まあ、後で撮影後いただいて、で、俺ちょっと YouTube。こうやってね、キャンプのやつやりたいなと思ってるんで、GoPro、ね、ください。お願いします。どうぞ。あげられるかはちょっとわかんないですけど、はい、でもその映像だったら面白いですよね。うん、面白い。本当にやりたいんで。ぜひ。キャンプ部。キャンプ部ね。おお。もう釣り部はどこ行っちゃったか知らない。キャンプ部新しくできるということで、はい、じゃあその報告をまた楽しみにして。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは次に参ります。次なんですけど、選択肢2つあります。まず1つ目、ひらめきが大事、間髪入れずに即答できるか、一問一答という名の難問大喜利です。そして2つ目、選手間の意思疎通はプロなら当たり前、ピコ師匠の気持ちを察してシンクロ率 100% を目指せということで、うん、あのシンクロ率 100% の方だと、うん、見事全問ピコ師匠の心を読めた場合、金っていう、うん、当てに行くんですか？俺まさくんの答えだなと思って行くんですか？それともこの自分の意思もありつつに、俺の答えを当てに行くんですかね？の方がまあシンクロ率はもちろん、ああ読めそうです。不安だな。金一封よ。キャンプ用品、キャンプ用品、キャンプ用品。じゃあそちらに買えるんちゃうの？じゃあシンクロ率まで。はい。よしよしよし。ではシンクロ率 100% 丸×クイズいきます。ちょっと、え、これ今回も簡単かなと思うんですけど、どうだろう。ではいきます。1問目、須藤監督の言葉は心に刺さる、丸か×か、せーの。いや、そうですよ、そりゃそう、刺さらないって言ったら困っちゃう。あっ、×だった。×だった。丸です。よしよしよし。1問目はね、ここは取っといて、はい、では次、2問目消すんだよな、この辺から。サッカーの楽しさをもっと広めたい、丸か×か、せーの。
これ大丈夫ですか？本当にどう？大丈夫ですか？いいねいいね。そうなの？なんかいいねいいね。いいですね。まあ優しいな。難しすぎたかな。私もね今初めて見たんですこの問題。えこれが6問目まで行ってくれればいいんですけど。6に5ですよね。6あります。一気に難しくなるから。では行きますよ3問目。チコ師匠の存在はチームの宝だ。丸か×か。せーの。俺に合わせてきた？うん。お前。ヤングの答えだとこっちだけど俺に合わせたらこっちだ。よろしいよろしい。そうこれがねシンクロのクイズの。そうですね。合わせに行きました。自分の意思とは違う方法で。こうだった。自分の意思じゃなくて俺に合わせに来る。だからゲームだから。世間の目とかもありますそんな影響力ないから大丈夫俺じゃあいきます。4問目。笑いとファッションなら笑いのセンスを取る。丸か×か。せーの。うわー俺なんならヤムに合わせいったわ。マジで俺も絶対もうマザ君こっちかもしんないけどやけど譲れねえぞってこっち。ちょっと本当にヤムに合わせいった。あお互いがいいですね。これ選手間の意思疎通ってとこいいですよ。じゃあ5番目いきます。無人島で1年ぐらいなら一人で生きられる。丸か×か。せーの。これいけるぞ。これもう無人島ですね。無人島でね。そうこれキャンプ用品買ってくださいってことでしょ多分。さあ運命の6問目いきます。これ最後は締めの一発ギャグ。矢村選手ならできる。丸か×か。せーの。できるでしょ。できないでしょ。お前やるタイプじゃん。え何やったんですか。罰っすよね。罰。ほら罰っすよ。間違いだ。まさくに合わせるだったらでしょ。えでもさでもちょっとはい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 。彦師匠に合わせるのに、うん締めの一発ギャグ、矢村選手ならできる、うん、どうすかなんかちょっと問題が悪い。彦師匠に悪意があるのか。いや悪意というか、まあ、彦師匠がどうかっていう、うん、あれだと思ったんですけどなんか急にヤムのあれが来てヤムのことについて聞いてる今と思って彦師匠について聞いてるんじゃない。確かにあれと思って。彦師匠ならじゃないですかそれ。あれと思って。彦師匠ならって書いてあるちょもう一回もう一回だ今のはちょっとでかあ審議交渉ならですよね。じゃあ行きます。北を向いています。右に2回曲がって後ろを振り返って左に3回曲がって右に2回曲がったら南だ。せーの。取れちゃった。これさ、まあ こっちはあったとしても答えはどうなんですか。答えは分からない。それまた審議でしょ。え合うかどうかなんですか。日分金日分日分だったということで、向いてまさかの合っちゃった。でもわかんないもん。ディレクターから OK でよ。OK でいいぞ。マジっすか。ありがとうございます。太っ腹ありがとうございます。成功です。ありがとう。ありがとう。太っ腹ありがとうございます。いや昨日の収録はすっごい厳しかったんです。先週だからちょっとやっぱディレクターも優しさ。本当に違う。正直毎回のようにこんなことやってそんなマジですいません。はいということで今回はヤムに来ていただきましたけどいかがでした。楽しかったです。よかったです。これでキャンプ行ってくれます。もう行くしかないでしょこれは。絆深まったんで、はい、明日になったらもう気分変わってるかもしれないです。まさくん一応使ったわ。一番もう使っちゃった。後輩に振る舞ったわ。じゃあ、ね、また報告楽しみにしてます。はいでは最後はあのポーズで締めたいと思います、はい、いきますよ。一体感マイシー。